ハロー YouTube、ババアです。今年はスポーツの不祥事が多かったわね。でもババアが大好きな野球の人気は守っていかないとと思って、野球の YouTuber 始めました。野球はペナントがもうすぐ終わって、これからクライマックスシリーズが始まるわね。クライマックスシリーズって何かわからないっていう人に対して解説していこうと思うわ。ババアが解説、クライマックスシリーズ。そもそもクライマックスシリーズって何なのかっていう話なんだけど、10年前にできた割と新しい制度なの。ババアの人生からしたらつい最近よ。前はセリーグとパリーグの140試合ぐらいのペナントで優勝したチーム同士が対決するのが日本シリーズだったのよ。でもそれだといろいろ問題もあったのよ。例えば星野監督の時の阪神なんか、7月初めにマジックがついちゃってそのまんま独走したの。1965年の何回もすごかったわね。7月6日はマジック点灯史上最速記録よ。あの野村くんが三冠王になった年ね。ペナントレースはね6ヶ月あるんだけど、7月初めでマジックついちゃったらもう2ヶ月ちょっとでシーズン決まっちゃったようなもんよ。あとの4ヶ月ほぼ消化試合みたいになっちゃうわけ。面白くないしガラガラよ球場。そこで導入されたのがクライマックスシリーズなのよ。ペナントで3位までのチームが日本シリーズに出られる可能性があるの。優勝チームが独走してても3位以内に入ろうと頑張るじゃない。ペナントが終わったらペナントレースの3位と2位が3試合して先に2勝した方が勝ち上がる。勝ち上がったチームと1位のチームの試合は全部で6試合。最初に4勝したチームが勝ちなんだけど、ペナント優勝チームには1勝分アドバンテージが与えられてるわ。そこで勝ったら日本シリーズってわけね。これまでも3位から日本シリーズに出て日本一になっちゃったチームもあるわよ。まあそれロッテなんだけど、今年のセリーグのクライマックスシリーズ争いが熱かったのよ。巨人と DeNA のデッドヒート、ペナントレースの終盤 DeNA が最下位からものすごい追い上げを見せてきたの。9月25日に DeNA と巨人が3位で並んでからラスト10試合ぐらいで3位が4回も交代したのよ。はじめは DeNA の勢いがすごくて、ババアは DeNA が行くだろうなって思ってたんだけど、流れを変えたのは巨人のエース菅野。 DeNA との最後の直接対決で完封して流れを変えたのよ。結局巨人はペナントの最終戦で3位が確定することになったわ。クライマックスシリーズのおかげでビクターステイメントとしては最成功ね。でもね、ババアは CS 反対派よ。野球は運のスポーツ。いくら実力の差があっても短期決戦だと弱いチームが運で勝つこともよくあるの。そんな運で143試合戦ってきた結果が覆るとかダメでしょうよ。だからロッテみたいなチームが日本一になったりするのよ。日本一の勝ちがババアのクライマックスシリーズ予想。広島としてクライマックスシリーズに苦手としていた横浜が来なかったのはかなり嬉しいと思うわ。というのも去年広島はペナント優勝したのに DeNA の短期決戦の鬼ラミレス監督の奇策に翻弄されて日本シリーズに出られなかったの。今年も DeNA との対戦成績は互角だったから、代わりに巨人が来てくれてラッキーっていう感じよね。去年の悔しさもあるし、おごりもないわ。セリーグクライマックスシリーズの優勝、ババアは広島と予想します。パリーグも1位西武に比べると、2位ソフトバンクも3位日本ハムも勢いを感じないわね。ソフトバンクもすごかったのよ。ペナントの終盤7連勝もして追い上げようとしたんだけど、同じ時期に首位の西武は10連勝してました。直後の直接対決も西武が勝ってソフトバンクは意気消沈って感じね。ということでパリーグのクライマックスシリーズ優勝もババアは西武と予想します。今年の日本シリーズは順当にペナント優勝チーム同士の対決になると思うわ。楽しみね。ババーイバーイ。